それではクレベル選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。現在の心境はいかがですか？嬉しいすごい嬉しいで、ね、嬉しい、まあ、戦えるのが嬉しい、戦えて嬉しいで、ね、対戦相手の印象をお聞かせください。あ、まあ、朝倉はまあ強いな、まあ、日本でめっかめちゃ夢とかいろいろでも、まあ、試合ちょっと違うね。私あんまりなんでもないな。なんでもないです。なんでもないです。どんな試合になるかイメージしてますか？自分のイメージで勝つ。一番のイメージで勝つ。それだけ。何でも KO、スビミーション、まあ何でもいいで、もう勝ってるだけ考えてるイメージで。ありがとうございます。オフィシャルからは以上です。その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問をお願いいたします。お願いします。まずですね、東京ドーム大会のメインイベントに抜擢されたことについてどう思いますか？これでちょっとプレッシャーに感じますか？メインイベント。まあそれが今日見たらちょっとびっくりしたね。メインイベントで自分で、ね、本当まあ待ってるで、多分佐藤先生これがメインイベントなんでタトルマッチだったら、でも後で見る、私すごいびっくりしたね。最初でちょっと緊張、見たらそっちは緊張で、でも今あんまり変わらないで、なんで自分で前世界のヨーロッパの大会で同じのトコドームで大きいで大会であんまり緊張しないな、まあ、変わらないです。最初だけ見たらちょっとびっくり、でも今で全然大丈夫です。わかりました。次ですね、クレベル選手、さっきも言ったように KSW 大きな大会でチャンピオンにもなってます。プロ30試合以上やってたくさん試合してます、はい、そんな中この朝倉選手を倒してライジンのチャンピオンになるということはどういう意味がありますか？まあ自分それがあまり考えてないね。昔で自分ですごい、まあ、スタートでライジンだったら私すごいやりたいで、でも前私 KSW の契約はある、私はまあそれはしょうがないできないか、でももうチャンスで契約で KSW あったらこうライジン始まってるとか私いつも考えてるね。もう朝倉の試合やりたいな、それをずっと考えてるっすね。じゃあそこの試合に勝って大臣のチャンピオンになる？そうね、それは間違いない。自分も朝倉勝つで次まあタトルマッチな、もう斎藤さんで試合すごいやりたいです。わかりました。ありがとうございます。では続いて本格さんお願いします。はい、さっき朝倉未来選手のインタビューがあって、今回の勝負のポイントは根性だって言いました。クレベル選手は根性勝負で朝倉未来選手に負けない自信はありますか？私自信あるね。私絶対勝つで、まあ、自分ですごい自分の、私の信じてる自分のチームの信じてる盆栽チーム、佐藤先生、マルキン先生信じてる、ベオブの鈴木とか大輝、私みんな信じてる、まあ自分ですごい練習でプランで自分はあるね。でも自分まあすごいで信じてる自分の朝倉で勝つで、まあそれで私あんまり朝倉全然怖くないよ、大丈夫。今日今回は佐藤選手と一緒に出場しますけど、できれば佐藤選手にもセコンドに勝ってついてもらいたいって思ってますか？そう、佐藤姉妹言うで私すごい嬉しいなんで、私欲しい、もう絶対欲しい。佐藤氏のいつも佐藤氏自分の近ける私もっともっと信じてる、いつももう
まあ、サトシ、マルキンス、富崎で近くで私もっと信じてる、もっと強くなる、スピリットのもっと強くなるよ。今回、メインイベントになったことで、ブラジルの、ご両親とかファミリーとかにもそう伝えたら 何か言ってましたか、それともまだ伝えてないですか。自分の家族でここのクールで4年で、なんで自分の家族でみんな分かってる、それがすごいビッグチャンスで、まあ自分でこれからの日本のストーリーありね、これから始まってるで、自分の名前の日本のストーリー始まったら、でも自分の家族いる、それで。じゃあインターネットでブラジルでも見てくれるのかな。そう、いっぱいの人見ててるよ。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。あ、いいファイトです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほどのインタビューで、ミクル選手がですね、クレベル選手の得意な技の展開には、あまり考えてなく、スタンドでの打撃の勝負を考えているというような言い方をしてました。クレベル選手は今回寝技へ持っていく自信はどれぐらいありますでしょうか。まあ自分で自信あるね、寝技。彼が自信のキック、大キックが私自信寝技。まあ MMA がいつものスタートだったら、まあ立ってるで、キックボクシングで。だから彼が間違えてる、自分絶対タックル、彼寝技やる。でも彼が分かってる、1回で落ちたら絶対彼が一本勝ちできるよ。私、まあそれが、まあ、自分の一番の信じてるが寝技、絶対彼が決まってるよ、絶対で、それが間違いないです。もう一つ、メクル選手がですね、もし仮に、クレベル選手から一本取られそうになっても最後まで逃げることを努力しますという言い方をしましたが、クレベル選手はフィニッシュが強い選手だと思うんですが、一本取るとチャンスがあれば必ず自分は一本取れるという自信はありますか。自分で、まあ、絶対入ってるで、朝倉1回だけチャンスある、チャンスだったらタップで、タップしないが壊れちゃうと寝てた、それだけ、それだけ彼がチャンス、あとでスキップで何でもチャンスない、絶対。私それが、まあすごい自分のスタイルで信じてるよ。でも彼が前にインタビューが言ってて、まあスリミッション入ってる、彼が絶対タップしないけど絶対壊れちゃうよ、間違いない。それ私、これが次の試合、私のドリーム、ゲームじゃないね、冗談じゃない、私本物の試合、本物のファイターだよ、冗談じゃない。彼がまあ心配けど大キックだけでも、次の試合で MMA ね、キックボクシングだけじゃないね、でも彼がそれ、まあ気をつけてるね。ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございます。で続いてボイスオン、矢野さんお願いします。はい、アナウンサーの矢野です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。確認ですけれども、クレベル選手今住んでるのは浜松の市内ですか。で誰と一緒に住んでますか。あ、住んでるが岩田で、岩田ですか。岩田で、静岡で岩田です。はい、自分の一生でお父さんと、あ、ごめん。家族はブラジルにみんないるんですか。あ、家族一緒に住んでますか。家族で一緒に住んでるで、自分のお父さんとお母さんで。お父さんとお母さんと岩田で一緒に住んでる。そうです。お兄さんはどうしたんですか。お兄さんは豊橋で、愛知県で豊橋。じゃあもう一つ聞かせてください。はい。カイル・アゴン戦。チョークを決めながら何か叫んでましたけど、なんて大きな声出してたんですか。ボペガーで、決めろ。あ、ボテガで、ボペガ。ボテガ。ボペガ。
自分で決めろって叫んでたんですか？そうですそうです。わかりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。